こんにちは、エルビアン TV、 エルビアン TV のレイアンとゆです。明けましておめでとうございます。皆さんきっとお茶の間でね、ゆっくり今してるんじゃないかなって思います。年末年始結構お休みの方が多いと思うんですけれども、まあ、そんなね貴重なお休みの中、このチャンネルを見てくださりありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今日は新年1本目の動画ということで、私たちの抱負とかもう今年決まってて、皆さんに発表したいこととかも一応最後に発表があるので、ぜひ最後まで見てください。します。はい、ではレッツスタート。新年の目標なんかある？去年は体の方を鍛えるってことをしてました。めっちゃ鍛えてたもんね。はい、うん、鍛えました。でも、まあ、半年だけだったんですよね。家が変わったりとかしてバタバタしてジムを変えたりとかしてて行けない期間があったりとか、実質多分半年ぐらいしか去年はジムに通うことができてなかったんですけど、まあ、今年はちゃんともう定住するっていう、そこでジムをまだ1年ちゃんと通い続ける、なので鍛える年ですね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。りーちゃんはどうですか？こう YouTuber 始めてなんだかんだでね、太ったり痩せたりとか繰り返してたんですけど、一時期ね痩せるっていう風にね宣言してた時もあれば、ちょっとやっぱりなかなか思うようにできなくて、皆様にね、はい、そうやって言ってしまうことで期待させてしまったりとか、約束を破るって形になっちゃうのがちょっと嫌だなっていうのもあって、一時期ねダイエットのことを口にしてない時期とかもあったりとか、いろんな時期があったんですけど、このままじゃダメだと思いまして、今年は1キロでもいいからちゃんと痩せることを目標にしたい、はい、絶対痩せることを目標にしたいと思っていて、それもただ痩せるのって結構、なんだかんだ去年もできてた時もあって、痩せてたりとか太ったりとかっていうので、4キロ痩せたり5キロリバウンドしたり6キロ痩せたりみたいな、なんかそういうのを結構繰り返しちゃってて、うん、この1年のなんか12ヶ月の中で結構振り幅があったから、来年の今の体重よりも1キロでも確実にちゃんと痩せることっていうのを目標にしたいと思います。体型に関してはお腹をぺたんこにしたいと思います。やっぱりね、太ったり痩せたりのいろいろね繰り返しにより、やっぱ一番ねお腹にお肉がついた、分厚くなった、縦にも横にも痩せたいって口にしてるのもダサいので頑張ります。温かく見守ってくれればなと思います。もうすぐだって私24よ。 YouTube 始めた時20で、ね、4年も経ったからってことはだよ、来年はもうアラサーの仲間入り25になるから、うん、だからやっぱり自分磨きを頑張りたいなと思います。2人の目標はしたいこととか、やっぱ不動産頑張りたいよね、うん、不動産の窓口形っていうものを去年リリースしたんですけど、形かける何かいろんなものをできたらいいなって思ってて、形が関わる物件を増やすというか、あ、そうね、オーナーさんとの関わりももっと増やしたい、そう、そういったところで企画であったりとかサービスみたいなものを新しくリリースできればなっていうふうに思って、今ちょっと着々と進めているところであります。私は一人でも多くのお客さんにやっぱりいい家に住んでほしい。やっぱり去年から始めて本当にいろんなお客さんと関わってきたのよ。レズビアンのカップルさんもいれば、うん、FTM の夫婦もいれば、ゲイのカップルさんもいれば、一人暮らしで勇気を出して都内に来てくれた人もいれば、本当にいろんなお客さんと出会えて、今年はもっと多くの人と関わりたいなって。やっぱり接客好きだから、一人でも多くのお客さんと関わってこういい暮らしになれるお手伝いができればなと思ってます。で、ここで私たちからの発表になります。なんと今年約何年ぶりだ、コロナ始まる時ぐらいに1回ファンミーティングを開催したんですけど、ね、辺ぐらいに、そうなの、ずっとコロナとかでこうなかなかね開催ができなくて、ようやく今年ファンミーティングの開催が決まりました。まだね詳細とかも含めて会場とかもね、ちょっと今スタッフみんなでね動いてる最中なので、はい、詳しく決まり次第また再度動画を出すんですけれども、今年の春に開催することが決まりましたので、はい、皆さんにね取り急ぎ今年やるよってことをね言いたくて発表させていただきました。もうずっと前じゃないですか。すっごい楽しかったよね、前やった時に、はい、ちょくちょくね最近ファンミーティングやらないのかとかいうお声をいただくことが結構あったんですが、ようやくなんか目処が立ってきたよね。そうだね、開催する目処がようやく立ってきました。詳しい内容を含めて未成年の方とかね、どんな年齢の方やセクシュアリティの方でも楽しめるような内容も考えてますので、ぜひね行きたいなって思う方は私たちの動画を随時チェックしていってください。今年はとにかくつながりをね大事にできる年にしたいなと思うので、はい、形もそうだし、今まで通りね応援してくださった視聴者の皆さんともそうですし、よりね強い結びつきが結べるような年にできるようにエルビアンカップル頑張るので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。では
今年2022年も皆様にとってすごく素晴らしく素敵な年になるように、はい、みんなが幸せになれるような年になりますように祈っておりますので、皆さんも楽しく過ごしてください。はい、はい、では皆さん今年も良いお年を。良いお年を。バイバイ。